1970年7月、ナッツベリーファームでウォルター・ノットと、アーノルド・オービル・ベックマンは、アメリカ合衆国の科学者、発明家、投資家、事前家である。1934年に発明した PH メーターを元にベックマン・インストゥルメンツを創業した。また、後にシリコンバレーの発展につながった、最初のトランジスター製造企業も起こすなど、 様々な科学機器の発展に寄与している。ベックマンはイリノイ州カラムで単野港の息子として生まれた。彼は幼い頃から世界に興味を持った。9歳の時、ベックマンは古い科学の教科書を見つけ、実験を始めた。父は彼の科学への興味を応援し、道具小屋を実験室に作り変えた。ベックマンが18歳になった時、 第一次世界大戦は依然続いており、そのため1918年8月、彼はアメリカ海兵隊に入隊した。基礎訓練が終わると、彼はブルックリンクの海軍造船所に送られ、ヨーロッパへの出資制に備えた。幸運なことに、戦争は1918年11月に終結し、彼はフランスに派遣されずに済んだ。また、 ロシアでのボリシェビキとの戦争にもギリギリで派遣されずに済んだ。その代わり、彼は感謝祭を地元のキリスト教青年会で過ごし、後の妻となる当時17歳のメーベル・メンザーと出会った。ベックマンは1922年にイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で科学工学の学士号を取り、1923年には物理科学の修士号を取った。 博士課程ではカリフォルニア工科大学に1年間通ったが婚約者のメーベルがエキタブルライフワシャーレンスソサイティで秘書として働いていたニューヨークに戻った彼もそこでウェスタンエレクトリックの職を見つけたウェスタンエレクトリックでベックマンは真空管製造の品質管理プログラムを開発し回路設計について学んだベックマンが 電子工学に興味を持ったのもここにおいてである。ベックマンはメイベルと1925年6月10日に結婚した。翌年、二人はカリフォルニア州に戻り、ベックマンはカリフォルニア工科大学で研究を再開した。彼は紫外線光分解に関心を持ち、ロスコーディッキンソンの下で紫外線のエネルギーを測定する装置の開発に取り組んだ。 この装置は、紫外線を熱電体の上に照射し、入射する熱を電気に変換し、検流計で検出するというものである。1928年に博士号を取得すると、ベックマンは、講師として大学に残り、後に教授となった。ベックマンと家族は、パサデナに隣接するアルタデナに家を建て、27年間、そこに住んだ。カリフォルニア工科大学では、 ライナスポーリングもディッキンソンに支持しており、一緒に研究することもあった。ベックマンは計測機器の製作が得意であり、学長であるロバートミリーンに付託された政府や企業の科学技術に関する問題を解決していくうち、外部の依頼も受けコンサルタント業を始めるようになった。顧客の一人は、つまらないインクの開発を依頼した。ベックマンは有毒の落産でインクを作って、 それを解決したが、この物質のせいで製造してくれる製造業者がおらず、ベックマンは自身でそれを作った。ベックマンはカリフォルニア工科大学の学生2人を雇ってナショナルインキングアプライアンスカンパニーを立ち上げた。タイプライター用のインクとして売り込んだ。この事業はうまくいかなかったが、自身による会社経営や商品売り込みを初めて経験することになった。 別の顧客であるサンキストグローワーズは製造工程に問題を抱えていた。製品に適さないレモンはペクチンやクエン酸の原料に回されるが、その際保存量として二酸化用が用いられる。サンキストはリトマス紙に代わり常時酸性度を監視する方法の開発を求めた。ベックマンは1935年に pH メーターを開発し、pH メーターは 溶液の酸性度を測定する重要な道具となった。PH メーターに関する特許は、全国的に知られた化学機器販売業者であるアーサー・ h トーマス、カンパニーによって注目、販売され、ベックマンは会社名をナショナルテクニカル・ラボラトリーズと改めた。PH メーターの成功により、1939年にベックマンは大学を去り会社の専任社長となった。 1955年、ベックマンは、ショックレイ半導体研究所を設立し、ウィリアム・ショックレイの半導体の研究を、財政支援した。ショックレイの老いた母がパロアルトに住んでいたため、ショックレイは研究所を、マウンテンビュー近郊に作り、これが、シリコンバレーが生まれる元となった。晩年、ベックマンは、ニューポートビーチ近郊のコロナデルマールに住み、 アーノルドメイベル・ベックマン財団を設立して、事前家として活動した。今までに、財団は、様々な事前活動や組織に対し、4億ドル以上を支援してきた。寄付は、自身の母校も含め、主に科学者に対して行われる。イリノイ大学アーバナシャンペーン校のベックマン研究所、及び、ベックマン庭園や、カリフォルニア工科大学のベックマン研究所、ベックマイ行動、 ベックマン行動科学研究室、ベックマン科学合成研究室は彼の名前にちなんでいる。1976年にはアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれた。また、1985年にはジュニアアチーブメント US ビジネスホールオブフェーム、1987年には全米発明家殿堂に選出された。1999年には米国科学アカデミーから、 パブリックウェルフェアメダルを贈られた。ありがとうございます。